オートって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。村の店に比べ、二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな、どう思う？普通だと思うよ。いえ、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は男性と女性ですから。いいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かに異性同士で仲が。え、じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが。いえ、面白くはないわ。でもライザのこと、本気でやりたいことけど、ライザは、うわ、ひどい。なるほど、よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。あ、ん？ええ、油断のできないお友達です。油断できない？どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。どこに行くのさ。ここなら。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。連続よ。
そこだ。よっと。はあ。そこ。ライザさん、お願いします。そこだ。よっと。はあ。そこ。連続よ。そこだ。よっと。はあ。連続よ。そこだ。届いた。任せた。パティ、エンド。僕に合わせて。おい、先に進もうか。他の残されてた思念と違うみたい。この遺跡のことがいろいろ流れ込んでくる。ライザ、大丈夫？うん、ちょっとぼーっとしちゃってた。それよりこれのおかげでこの遺跡のことが少しだけ分かったよ。あっちこっちにある金、あれはとっても重要なものみたいなんだ。中でもこの壊れてる大金は特別なものだと思う。具体的にはわからないけど、金なんだし鳴らしてみたら何か起きるかも。そんないい加減な罠とかだったらどうするんですか。それにこの金、舌の部分が壊れちゃってるから鳴らせそうにないですよ。あらら、でもここだけ直せば音を鳴らせるかも。気になるのはわかるけど、今それもそっか。でもちょっと気になるな。新鮮なのが一番ね。そこ！取れた！美味しそう。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！はあ！連続よ！そこ！やっ！そこだ！よっと！はあ！連続よ。任せた。パティ、僕に合わせて。レイザよ。はあ。熱き剣、受けてみな。連続よ。ライザさん、任せた。お願いします。パティ、エンド。僕に合わせて。熱き剣、連続よ。受けてみな。そこだ。僕が行く。これでどう？そこだ。よっと。はあ。連続よ。何か使えるものはないの？これで終わりよ。当然の結果よ。ちょっとは強くなれたのか。もっともっと強くなるぞ。たくさん取っておかないとね。ティア！素材にすると
すぐなくなっちゃうし。ワクワクするね。よく食べる木の実だ。香ばしくって美味しいんだよね。よいしょ。